キーチゴ族と総称される。ラズベリー、ブラックベリーなどの栽培種群に代表される、数十数百種が属する。主に北半球の艦隊から温帯に多く見られる。ほとんどは小柄ながら木質化した茎を持つ低木で、一部に、匍匐性のものや草本がある。茎や歯に棘を持つものも多い。めしべは、多数の心側からなり、それぞれが独立した荷重を含んだ粒の形になる。 したがって果実はそのような粒の塊に見える。果実は食べられるものが多く、いわゆるのイチゴは大部分がこの属のものである。ラズベリー、ブラックベリーの二つが主な栽培系統である。ラズベリーの原生種はヨーロッパと北米に分布し、ヨーロッパの種が栽培化され、後に北米の種も栽培化された。寒冷地に適す。ブラックベリーの原生種は西アジア、 ヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカと広い範囲に自生し、北米の数種が栽培化された。寒さに弱く温暖な地に適す。日本では古代から室町時代頃までは栽培されていたが、その系統は途絶えている。現在の日本では欧米のラズベリーやブラックベーリーが小規模に栽培されているのみである。キチ類の果実は生殖できるが日持ちしないため、 冷凍品として流通するか、ジャムやジュース、リキュールなどの原料として利用されることが多い。五所イチゴや、クマイチゴ、トックリイチゴの未熟化を乾燥したものは、イチゴと呼ばれ木薬として使われる。ラズベリーの葉は、ハーブティとして、五所イチゴの変種ルーベスチンディーバリエーション。スワビソムスの葉は、天茶として利用される。キイチゴ類の果実の抽出物や、 種子は、修練作用や保湿などの効果を期待して、化粧品原料としても利用される。キイチゴ族は、文化が激しく、雑誌も多いため、種の認定には、諸説ある。大きく数十種に、分けそれぞれに、多数のアッシュや変種を認める説や、細かく数百種に分けそれらをいくつかのア族や不死に、分類する説などがある。例えば、細かく分けると、 ヨーロッパ産のルーベス・イデアスとアメリカ産のルーベス、ストラゴスースは別種だが、大きく分けるなら、ルーベス・イデアス一種となる。次に示す分類は、細かく分けたものである。属を13亜族に分け、そのうち最大のルーベスア族はさらに12節に分けている。キイチゴ族の主な種を以下に示す。サタケギスケホカ編、日本の野生植物、 木本愛、1989年、平凡社。ありがとうございます。